皆さんこんにちは、音読さんです。音声読み上げソフトって知っていますか？音声読み上げソフトとは、テキストや文字などのドキュメントを音声に変換し読み上げてくれるソフトウェアです。日本語での読み上げはもちろん、英語や中国語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語などの多言語に対応したものもあります。音声のスピードを自由に変更することができたり、MP3 などのオーディオファイルでダウンロードすることができるものもあります。そんなソフト使う機会ないよと思うかもしれません。ですが、私たちが思っているよりもはるかに音声読み上げソフトは身近なものなんです。例えば Apple の Siri、 Amazon の Alexa や Google ホームなどの AI アシスタントの声も音声読み上げソフトです。そして音声読み上げソフトは様々な用途に合わせて2から3年前よりも現在の方が音声読み上げソフトがたくさん開発販売されています。じゃあ実際に使ってみたいからソフトを探してみようと思っても、有名じゃないソフトもたくさんあります。自分の好みに合ったソフトをインターネットの広大な海から探し出すのはなかなか大変。今回は初めての人でもチャレンジしやすい、無料で使えるおすすめの音声読み上げソフトを5つ紹介していきます。1つ目はテキストークです。フリーのテキスト音声合成システム OpenJTalk を採用したテキストーク。バージョンが2015年2月3日で更新を停止してしまっているので、クオリティは正直最新のものとは言えません。ですが無料で使えるならいいかなという程度で使用するには楽しいソフトです。また商用利用も可能です。2つ目はソフトークです。行単位でテキストの早送りと巻き戻しができるなどフリーソフトですが、細かく設定が可能です。ゆっくりの声色でおなじみのアクエストトーク .dll を組み込んだソフトウェアです。声色は機械音っぽくって、好き嫌いは分かれるような音声です。動物の森に出てくるキャラクターが話をしているような雰囲気です。個性的に感じます。商用利用は一部可能となっています。3つ目は棒読みちゃんです。2つ目で紹介したソフトークと同じくアクエストトーク .dll を組み込んだソフトウェアです。なので声色はソフトークと同じような印象です。ただしこちらは旧バージョンのアクエストトーク .dll を組み込んでいるそう。それもあり商用利用ができるとのことです。4つ目は声ステーションです。コエステ株式会社が提供する声ステーションは、自分自身の声を読み上げソフトとして使えるという画期的なサービスです。指定のテキストパターンを読み上げることで精度が良くなっていき、音声読み上げのクオリティを育てることができます。現在はスマホアプリ版のみ、パソコンから使用することはできません。また商用目的の利用もできません。5つ目は音読さんです。無料での使用範囲が広く、音質もかなり綺麗で聞きやすいです。この動画のナレーションもすべて音読さんで作られています。ホームページ上で使うことができるので、パソコン、スマホへのインストールも不要です。どこからでも気軽に使うことができます。多言語対応の範囲も広く、30カ国以上へ対応。また商用利用も可能です。作った音声は MP3 形式ですぐにダウンロードすることができます。いかがでしたか？今回は無料で使うことができる音声読み上げソフトを紹介しました。あなたのお気に入りのソフトは見つかりましたか？それぞれの音声読み上げソフトの URL は詳細欄に貼っておきます。5つのソフトを紹介しましたが、個人的には私、音読さんがおすすめです。音声は聞き取りやすく、ユーザーインターフェースもわかりやすいです。インストールしなくてもいいので、パソコンやスマホの OS のバージョンを気にしなくていいのも便利です。
私自身 Mac ユーザーなんですが、 Mac で使える音声読み上げソフトはとても少ないんです。 Windows ばかり。誰でも簡単に無料で使えるということを考えると、音読さんはとても便利です。ぜひホームページへ遊びに来てくださいね。あなたに会えるのを楽しみにしています。